セリフだけで何の漫画か当ててみろーよーしょあーじゃあ、どうもよ、ハルキとはい、ちょっとロストウこっちですはい、ハルキくんの家にはとても漫画がいっぱい置いてあるんですよそうですね、だいたいまあ600巻ぐらいあるじゃないですかおーね、野瀬くんはよくあれですよねアニメとかのなんかこうセリフをこうひたすら言ってるじゃないですかあーあれですかそうですねまあ、もっちゃんあんま見るかどうかちょっとわかんないんですけど、うん、そこでですねそこでですね漫画の名ゼリフみたいなのあるじゃないですか海賊王に俺はなる的な、ね、そうもうそれだけで何の漫画か当てられるんじゃないかということでなるほど、まあ確かにそれを今日問題形式で準備してきたんで当ててもらいたいと思いますはいというわけで今回は漫画のセリフだけで何の漫画か当てていきますやっていきましょうはいじゃあ第1問これは結構有名作品ですおう新世界の神となるあーもう余裕です新世界の神となる新世界の神となるこれあれですね罰ゲームを考えましょうマジかよあー罰ゲーム何がいいですかTwitter で1週間1日1名台詞を言ってもらうっていうのはどうですかあーいいですね写真付きで写真あーはいそれっぽいポーズを撮ってもらってつぶやいてもらうということでじゃあまずモチデスノートはいデスノートのせワンピースよし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 いやこれはイージーですよね、はい、2人正解いやー新世界ってあっちやん新世界の新世界やんいいですかはい、はい、第2問金は命より重いあーもう余裕ですなんか知ってんな余裕ですよ、これはあ、わかったおー、出たこれ、せーのでいけるべえ、お、多分大丈夫、多分大丈夫せーのでいくせーのカイジはい、正解よっしゃ ー, しゃーやばいよー利根川のねそうですねあの、冒頭のねギャンブル船エスポワール乗って100人ぐらいのクズどもが当たった時にね黙れあれは命より重いあ、違う、ここ違うっけなこっちか、あの橋渡る前のとこだよねあーそうそうそこら辺じゃなこっちかいいですかはいちょっと難しくなるかもしれないマイナーなセリフになってそうですねもしお前らが本気で死んだ奴らのことを思うなら奴らの見た夢を現実のものに変えてやれよはぁ、あ、え、本当にわかんないいや、俺ら知ってるそれいや、知ってる、絶対知ってると思うまあ、キーワードは夢だよな、まあ、知ってるけど見たことないアニメを探っていけばいいでしょそうですか、アニ…うん、漫画か、ね、漫画いいですかはいじゃあ、のせワンピースですいや、ワンピースではないぞワンピースいや、マジハルキナルト疾風でうわそうなんだナルトあるわぽくないおいえ、わかんねえどっちジョジョあーそうあーうわそう、ジョジョもよぎったのよジョジョもよぎったのいいですかはい答え、キングダム。ああ、それキングダムね。違うわ。見たことねー。1ミリも見たことねえよ。いや、俺も1ミリも見たことない。2問目。はい。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。知ってるけど、知ってるけどわかんないな。だからデスノート系だな。なんか知らねえよ。読んだことある。いいですか？はい。はい。じゃあハルキ。東京グール。うん、おぉモチエヴァンゲリオンうわエヴァだエヴァだうわエヴァだろはい答えは進撃の巨人うわ最近読んでた東京グールだろやばいわねえマジでグールだな絶対セリフあるよ同じようなあらあら絶対最後の裏切りは女のアクセサリーよあーこれは知ってますこれは知ってますよいや知らないけど知ってるはいはいいいですかじゃあモチわかんねえワンピースおーハルキルパン三世ルパン三世あー完全不正解よいしょそれだだよな藤子ちゃんこういう感じのこと言いそうだもんないやね、ナミとかなんか俺知らないからなんかそういう怪盗系の人のイメージがあるから言ってそうだなっていう次が、6問目ですね、はい、7問全部やっちゃいますねはい全7問ですか全部ごめん全7問ですはい来い次いきますはい昨日から学び今日に生き明日に期待する何マジわからんマジわからんわ多分結構意外なやつですみんな知ってる知ってます
もうその漫画のタイトルは絶対知ってます、ね、もう本当にわからん。いいですか。はーい、じゃあ乗せ。ヒロアカ。あー、ありそう。まあまあまあ、ハルキ。これがナルト。それは思ったよ。モチ。 GTO。 おー、 GTO って何。グレートティーチャーお兄さん。あー、名前しか聞いたことないわ。まあまあまあ、女性はっていう、そんな、そういう系なのかなと思ったけど、問題に出さんよね。答え。はい。スヌーピーです。スヌーピーと絶対真逆じゃん。 GTO とスヌーピースヌーピーとマジかよ。スヌーピーのセリフかっこいいな。何それ、やば。カバー画像に使いたい LINE のバドミントン部とかね。そう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 。昨日から学び、今日に期待するっていう T シャツ着てるの、格言のやつ。ダッセやつ。いいですか、これが最終問題です。はい、今点数232です。ね、はい、待って、全員正解したらありませんか、なんか。正解、全員正解したら書いてある。そうな、そりゃそうな。あ、それはまあまあまあ。最終問題、はい、はい、ちょっと長いです。困ってる人を助けた時に心が温かくなって、その時分かったんだ、何が、じゃ、僕が何のために生まれてきたのか、何が僕の幸せかって。待って、知ってる、あるような気がすんな。もう一回いいですか。困っている人を助けた時に心が温かくなって、その時分かったんだ、僕が何のために生まれてきたのか、何をして生きていくか、分かったぞ。僕の幸せか。さあ、食い組みで言っちゃったけど、分かったぞ俺。来ました、これは来た、これは、これは来たな、これは来た。あなんだよ、なんでハモったんだよ。いや俺知ってる、絶対絶対知ってる、絶対に知ってるな。もう知らないわけないよ。知らないわけない。どういうこと。いいですか、じゃあちょっと野瀬くんはちょっと後にしてもらって。逆に、そう、逆に。じゃあまず、もちいきます。アンパンマン。え、ハルキ。え、違うの。アンパンマンだろ。アンパンマンじゃないのか。ハルキ。アンパンマン。おー、よかった。え、じゃあそんなアンパンマン悩んでた。アンパンマンそんなこと言う。そんな。じゃあいいですか、野瀬。エヴァンゲリオン。罰ゲーム確定。イエーイ。